はい、ジュンタマ癒しカウンセリングの心理カウンセラーのジュンさんです。今回は HSC の人一倍敏感なことについてお話ししていきたいと思います。HSP は生まれつき脳の気質の反応が強いので、状況の変化に気がつきやすく、深く考え事をしてしまうと言われています。そのことから行動に対して躊躇したりしてしまうんですね。そのため子供の時から共感力がとても高くて、聡明だったり直感が鋭く創造性も豊かで、とても思考深く慎重な子が多いようです。よってその行動の先に、間違ったらまた自分は不快を感じてしまうんだろうなと予測をしてしまって、そのため行動しづらくなるということになっているんですね。私自身、小さい時、外で遊ぶことがとても好きでした。それは特に誰もいない公園などでブランコに乗ったりとか、ベンチに座ったりとか、そしてその広場の地面にこう絵を描いたりしていたんですよね。その際に他の友達と一緒に遊ぶことももちろんありました。ただ次はこれしよう、あれしようとか、次は鬼ごっこをしようというように、自分のペースではなくて周りのペースに対応していくことに疲れてしまったりするんですよね。そうすると一人で遊ぶ方がじっくりと楽しめると思ったりとか、次第に一人で遊ぶことが多くなっていったんだと思います。このように HSP は気質であって、 HSP イコール内向的ではないんですね。内向的な性格に後々なっていったと考えることができてくるんですね。また、大きい音とか大量に一度に入ってくる情報にとても圧倒されやすいんですよね。そのような反応を大人の人が見た時に、多分臆病で内気な子だからとか、神経質でみんなの輪に溶け込めない子なのかなとか思われたりしています。また、 HSC は注意力がとても高いんですが、皆が同じように五感感覚が発達しているわけではありません。これはとても個人差があることなので、どこかの感覚が極めて鋭くなっているという子もいると思います。HSP は脳の情報を徹底的に処理するというところが特徴的なんですね。反射と言われる脊髄神経を介して起こる反応のスピードがとても高くて、痛みとか刺激を受けやすいため、薬とかにもすぐに反応すると言われています。また、免疫システムもとても敏感であるため、アレルギー反応が出やすい傾向があると言われているんですね。体全体で物事を敏感に感じ取っているということなんですね。私は小さい時、体が弱く小児喘息を持っていました。これはほこりとか花粉などにも反応しやすかったんですね。私自身も全身でそういった刺激にとても反応しやすかったと、私自身も体で感じたことがあります。アロン博士は小さい時に家族とガラス工場に見学に行ったそうなんですね。その工場の大きい音、工場内の暑さ、あちこちで上がる炎、そんなものにとても圧倒されてしまって、博士だけ泣いてしまったという経験があると著書の中で語っていました。アーロン博士はその時の工場のことを HSP の脳の仕組みに例えてお話ししていたので、ここで少し紹介させていただきますね。例えば、オレンジを選別する工場で、
流れてくるオレンジを分類するのに3つの種類がある穴があるとしますよね。それぞれの大きさの穴に、その流れてきたオレンジが入るというような仕組みがあったとします。これをですね、HSC の脳の仕組みに当てはめてみると、さらにそのオレンジの大きさを選別したりとか、あとは質量とか色の違い、そんなものを選別する穴を15種類ほど多く持っているような感じなんだよと話していました。なので瞬時にその流れてくるオレンジを15通りに選別しなきゃいけなくなるんですよね。そのことで一度に流れてくる情報に混乱してしまったりとか、疲弊してしまったりするということになるんだと思います。このことから HSC は騒がしい場所とか賑やかな人が集まっている空間、動きの速さを求められるチーム競技への参加などがとても苦手だったりします。またその中で発言したりすることも、苦手なんですよね。大勢の前で、自分の意見を言ったりとか、そういったことがとても苦手だったりします。私は昔、プレゼント交換会という行事が小学校で行われていたんですね。そしてそのプレゼントを作っている時は、とても楽しかった思い出があります。学校から帰ってきまして、お裁縫箱を家から探し出してですね、フェルトを買ってきたものがあったので、で夜になってもですね、ずっとそのフェルトをこうアニメのキャラクターの形に切って、表と裏ですよね。でこう中に綿を入れて、そういった人形作りを、プレゼントとしてやっていたんですよね。それを楽しくて楽しくて、こう寝る間も惜しんで、作っていた思い出があります。そしていざプレゼント交換会のその日になった日は、その作っている時と真逆に全く楽しめず落ち着かない状況になってしまったんですね。それは教室の中でこうみんなで、椅子を輪のようにして、作って座って向かい合って、そして音楽と合わせてこうプレゼントを回していくんですよね、隣の子たちに。でこうそれをこう見ていて、友達のそのプレゼントの回し方とかが、乱暴だったりとか、こう投げている子が いたりとか、こうふざけたりしてね、いる子がいたりして、そういったこう状況を見るとですね、ハラ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 してしまって、全く楽しむどころではないんですよね。あんなにこうプレゼントを雑に扱っていいのかなとか、そんなことばかりにこう気が向けられているということなんですよね。そしてですね、あとは、例えばですね、その自分のプレゼントを開けてがっかりしてしまうような友達の顔を想像していたりとか、そうするともう心臓の鼓動がですね、とても速くなって、もうハラ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 しているような、状況になりました。このように HSC は状況を予測してしまったりとか、あとは微妙な違いを察知しているということがあるんですよね。ただ得意な部分としては、その自分が集中できる空間、私の場合であれば、そのプレゼントを作るというその時間は集中できるので、とてもですね、そこにこう力を注げるという、そういった部分はあるんですね。ただ、いざそういった、他の子たちがいる中で、同じことをしようとすると、こう動きと気持ちがちぐはぐになりやすいということなんですね。なのでですね、そういった HSC の敏感気質の、子供に関わる大人の人はですね、その子がどんなことに集中している時に、とてもこうリラックスしていたりとか、楽しいのかなとか、そういうのを考えたりとか、あとはその学校行事がしっかり楽しめているのかなとか、あとはどんなことを行事を通したりして、学校行事を通したりして経験してきたのかなとか、そういった部分を優しく
見ていってあげたりとか、こう聞いてあげたりとかするのがいいのかなと思います。その微妙な様子の変化とかを注目して、もしそこに何かいつもと違和感が感じたりするのであれば、そういった HSC の特徴とかを思い出したりとか、あとは調べてみたりとかして、そしてその子に優しく寄り添ってあげることが、安心できてとても良いことなのかなと、思います。今回は HSC の人一倍敏感なことについてお話しさせていただきました。今回も最後まで聞いていただきありがとうございました。それではまたお会いしましょう。